大阪レストランラシームの高田祐介と申します。今回イネディットダムのシェフズチョイス賞に選ばれて本当に信じられないぐらい、嬉しかったです。今スタッフが志の高いスタッフがうちで働いてくれることが、一番の成果なのかなとは思います。今回私に投票してくれた、シェフたち感謝しかありません。感謝というかもう本当にそういうリスペクトしてもらったっていうのはもうものすごく光栄です。自然に感性の赴くままにクリエーションはしてます。鍛錬というか、日々料理作品作ってそれをストックしていってるっていう、それを習慣にしてます。